最前線学校の件についてはすでに調査を終えました。ベンデッタのチラシに影響され、ベルティという名の女の子が約20名の学生と共にパレードセレモニーにて効果に詩を当てはめて発表したそうです。校長のリチャードと安全管理責任者の口頭による阻止は失敗に終わり、特攻警備員とビターサイレント催涙弾の使用を余儀なくされたとか。混乱の最中、催涙弾が誤ってベルティの太ももに命中し、彼女は昏睡状態に陥りました。校内医療施設での治療により今は順調に回復しています。本日中には校舎に戻れるでしょう。とんだヘマね。それはどちらのことを言っているのですか。あの生徒たちの要求は？外の世界を知りたいと、特にストームについて。そのベルティという子は私たちが知っているあのベルティかしら。ストームが訪れた時、門の外に手を伸ばしてカエルを捕まえたというあのベルティ？そうです。覚えているわ。報告によればあの子は手に雨水がついたそうね。けれど何の反応もなかったとか。それどころか炎症も肉が腐ることも変形することも。普通なら起こりうるであろう症状が何一つ出なかったそうね。あの子はとても特別よ。彼女の母親を思い出すわ。私は残念ながらあの子の母親には会ったことがありません。学院全体を特殊観察体制に。これからは財団委員会が全面的に受け持つとリチャードに伝えてちょうだい。何をなさるおつもりですか。この一手は私たちの劣勢よ。彼らはあまりにことを荒立てすぎたわ。あれじゃあ直接子供たちを対立する立場に押し出したようなものよ。疑心の種はもう子供たちの心に植え付けられてしまった。今回の波風による影響はかなり深い。ベンデッタがすぐにでも動き出すでしょう。私の役目はベルティを成長させること。私が最も好きなやり方でね。オリティアンは身に危険を感じると自ら攻撃してくるわ。この時私たちがすべきなのはなるべく体を突っ伏して彼らを落ち着かせること。これ必要でしょ。どういたしまして。怪我はもう平気なの。2日も昏睡状態だったって聞いたわ。まあまあかな。もうそんなに痛くないよ。催涙弾が燃え上がった時に比べたらね。あの歌とても素晴らしかったわ。君にそう言ってもらえるなんて嬉しいよ。けど、もう二度と歌うことはないよ。私以外の生徒は、きっとまだ監禁部屋にいるんだよね。ええ、あそこは環境がとても悪いって聞いたわ。何か食べ物を持ち込もうとしたんだけど、先生に断られてしまって。
けど来週には監禁が解かれるそうよ。私のノートみんなに貸していいからね。ありがとう。あれが役に立つといいんだけど。